皆さんこんにちは、ザッピーです。今回のトピックはビートルズの、期待されている映画ゲットバックについてのトピックです。さすがにね、もうすぐ公開ということでいろんなネタがね上がってきてますね。今日はですね、そのうちのまた一つ二つを取り上げたいと思うんですけれども、一番ですね、すごいなと思ったのは、今日かな昨日かな、ビートルズのチャンネルから YouTube で配信されてるんですけれども、当時のですね、ゲットバックの撮影されたフィルムスタジオとかを訪ねている案内するビデオが、オフィシャルにでしょうね、作られているんですね。下にリンクを貼っておきます。もしまだであればこれはね、ぜひ見ていただいた方がファンであればいいんじゃないかなと思うぐらいのいい動画ですね。何がいいかというと、まずね、我々レッド・イット・ビーのフィルムはもう嫌というほどみんな知っていると思うんですけれども、このフィルムが撮影されたところがイギリス・ロンドンのですね、トゥ・イッケナムスタジオって言ったかな、ちょっと発音が難しいんですけど、そんな感じのスタジオだったと思いますね。トゥ・イッケナムスタジオ、そんな感じかな。で、そこのスタジオの名前は僕もずっと知ってたんですけれども、でもちろんね、中身だってレッド・イット・ビーで見てたわけなので知ってるわけですけれども、今回ですね、この動画の中ではそのトゥ・イッケナムスタジオの、こうなんていうかな、飾りのない形で、紹介されてるわけですね。もうあるがままなので、あのレッド・イット・ビーの時であってもあれはとりあえずデコレーションされて撮影されてるわけですよね。ですが、今回このトゥイクラムスタジオ、電車に乗ってね、わざわざ遠くまで行ってこう眺めに行くんですけれども、まず遠くにあるところもびっくりしますよね。ここに通ってレコーディング撮影してたのかと思うと、それだけでも驚くんですけれども、いかにね、アビーロードスタジオやあのアップルスタジオとは違うという環境だったかってよくわかりますね。で、中身を見るとまた驚きますね。もうガランドですよ、本当に。これはフィルムスタジオ、映画のスタジオなので当たり前なんでしょうけれども、こんなところでビートルズはあの音楽をやっていたのかと、やらされていたのかというぐらい驚きますね。いくら1960年代とはいえですね、本当にいいスタジオが撮影用となるとなかったっていうことなんでしょうね。驚きます。ここで本当に延々とリハーサルをして新曲をレコーディングするための準備をすると言っても、できなかったでしょうね。ジョージ・ハリスンがこのね、あの最中にやっぱり一回抜け出してしまうわけですけれども、それであっても、なんか変にね、納得してしまったりしますね。こんなとこで殺伐として、みんな喧嘩する中でね、やってたら、本当にジョージじゃなくても、誰かしら気分が悪くなるんじゃないかと思うようなところさえ僕は感じてしまいますね。いかがですかね。やっぱりそのね、この動画の中で出てくるんですけれども、もう俯瞰から撮影、上からね、こうビートルズを撮影したようなアングルですとか、それぞれにですね、この今の映像と対比して紹介してくれてるんですね。とても分かりやすいですね。いかにビートルズが本当に、この中で、無理して無理をしてですね、精神統一して集中して頑張っていたのかということが分かって、面白いと同時に、ちょっとやるせない感じがしました。それとこの動画の中でですね、進んでいくと今度は、アップルの、オフィスですね。でオフィスに入っていって、今はね、ちょっとアップルオフィスはちょっと違った内容になってしまってるんですけれども、一応そこを入っていって、屋上のね、撮影されたシーンと今の雰囲気というのをこう対比しているようなところも出てきますね。ここもなかなか楽しいですね。参考までにこのね、アップル屋上のシーンがね、コンサートが撮られた時、撮影された時というのは、ミュージックライフの編集長で有名な星加留美子さんが、この屋上で演奏していた下にいたそうですね。これ誰かから私聞いたんですけど、私のチャンネルの中でどなたかに教えてもらったのかもしれませんし、他のね、チャンネルでも見たことあるんですよね、星加さんが語ってるのを。でそれで、確認もしたんですけれども、なんとね、星加留美子さんが、別件でロンドンに行ってた時に、でビートルズの、多少知り合いだったこともあって、アップルオフィスに行って入っていたらば、上ですごい音がしてたと。でそのビートルズがこのコンサートをやってるっていうのも知らなかったようですね。
でとにかくすごいガチャガタガタガタ音がしてて、星川さんがですねこのなんか階段を上がってたか降りてたかした時にで音が途絶えて上からザーッといろんな人が降りてきたと。でその中にポール・マッカートニーもいて、あ、ルミ子なんだロンドンに住んでんのかいなんか言われてパーッと通り過ぎてったというような記憶の、説明もしてましたね。まあ本当に羨ましい方ですよね。日本人がねあの現場にいたのかと思うと驚きますけどね。あの参考までにね日本人がというと小野陽子もその上にいましたしね。であの現場に、いろんな人がいましたけれども、あの有名なエンジニアのアラン・パーソンズもねあの屋上に一緒にいたそうですね。もう誰もね気を使ってない頃ですから彼がいたかどうかすら分かんないですけれども、まあでも有名になった後に自分で言ってましたけど、あの時は屋上にいたそうですね。まあ、本当にいろんな人があそこに集まってたっていうのはよくわかりますね。で、その動画はですね、この動画はさらに、すごい面白いのが、アビーロードスタジオまで行くんですね。で、アビーロードスタジオまで行って、今度何してるかっていうと、I Me Mine の録音の時とか、The Long and Winding Road を録音した時のデータに基づいて、その雰囲気っていうんですかね、レコーディングスタジオの雰囲気を再現してくれてるんですね。これが面白かったです。こういう風にスタジオを、まあもちろんね全く同じではないでしょうけれども、使い方っていうのがこう分かって、面白かったですね。フィル・スペクターが用意したオーケストラを、第一スタジオに用意しておいてですね、I Me Mine にドッキングしていったとか、ロング&ワインディングロードのオーケストラ部分を取って、ミックスしたとかですね、そんな話が分かって面白かったです。ビデオの最後にはですね、家族が出てきてアビーロードスタジオの前を歩くんですけれども、各世代全員がやっぱりビートルズを好きであるというね、やっぱりビートルズは全世代に愛されますからね。本当にこれが今だけじゃなくて50年前もそうだったわけですよね。で50年後の今もそうであると同時に、おそらくあと50年経っても100年経っても同じなんでしょうね。本当にすごいなと思います。こういうの見てるとね、何世代にわたって一体全体この人たちの音楽というのは鳴り響くんだろうと思いますね。こんなバンドおそらくないですよね。これだけはもう言い切れるんじゃないでしょうか、でそれからですね、あのちょっとアップルが今どんな風にね、変わってるかっていうのを紹介してくれてるビデオもあって、これも面白いですのでリンクを下に貼っておきます。これは特に私説明しませんけれども、見てみるとねわかります。今どんな風にアップルがね、変貌してるかと。まあブティックになっちゃってるんですけれども、でも中をねこう探検していって、階段をそれこそ階段を登ってくれたりしてるので、見てみると当時ビートルズがねどんな風にしてこのオフィスの中で、活動してたかっていうのがちょっと分かって面白いかもしれないですね。参考までにこのアップルオフィスのビルのですね一番下というのは、アップルレコーディングスタジオだったわけですよね。あの自分たちのレコーディングスタジオを地下に持ってたわけですね。なので、まあ、最初の動画にも地下でね録音している風景とこうダブらせて紹介している部分が出てきますけどね、まあ、今はもう地下のね方はもう倉庫みたいになっちゃってましてね、まるで変わってしまっていますね。なんでねもったいないですよね。そのままにしておけばすごい、観光名所にすらなりそうな感覚ですけどね。それからですね、もう一つビデオのリンクを下に貼ります。何かというと、このゲットバックの試写会があったんですね。その試写会でいろんな人がセレブリティが集まってきているんですけど、そのビデオです。ダーニー・ハリスン、ジョージ・ハリスンの息子が来ていて、まあね語ってたりしますけど面白い話をしてますね。うちの親父がねこのバンドを解散させるがごとく脱退してしまうわけだけれども、みんなこの話は知ってるような、なんかそんな話をちょっとねしてたような気がするんですけど、そんな話があったり、それからグリーン・ジョーンズね、あのエンジニア兼今はプロデューサーにもなってるんですかね、昔はエンジニアとして活躍していたグリーン・ジョーンズが最後の最後に出てくるんですよ。もう本当にもう紳士的な老人になってますけど、とてもとても、なんかこうしみじみしますね。この人があのレッド・イット・ビーを作っていたのかとして、今にもまだねこうやって生きてらっしゃって嬉しくなりますね。でグリーン・ジョーンズが語るんですけれども、ビートルズの凄さはあの声、3人とも違った声がブレンドされた時にとんでもなく素晴らしい声になるんだと、あの声があってビートルズは成功した大いなる一因であると、理由であるというふうに語ってる、まあ、パートがあるんですけれども、僕もね
納得してしまうし、グリーン・ジョーンズが今も生きててくれることに喜びを感じてしまいますね。本当に嬉しいですよね。ましてや今回ね、すごい大きな役割を果たしてくれてますからね。本当にリンゴスター、ポール・マッカートニー、グリーン・ジョーンズ、こういったね、方々、もっともっと長生きしてほしいなと思うようなビデオです。やっぱり、ジョンもジョージも、ジョージ・マーチンも、ね、マル・エヴァンスも、ニー・ラスピノールも、みんないなくなっちゃってるんですよね。一体全体、ビートルズは、幻になってしまうのかと思うぐらい寂しいですよね。難しい要求だとは知っていますけれども、なんとか僕が生きてる間は誰ももうね、亡くなってほしくないですね。まあみんな僕よりも長生きしてほしいって、そんな風に思ってしまうビデオだったりします。はい、その他にもね、エルビス・コステロ、それからノエル・ギャラガーたちがですね、やってきて、感想を語ってます。リンゴの息子のザック・スターキーなんかも来てますけれども、やっぱりレッド・イット・ビーおよびビートルズに大いにね、影響された人たちが集まってきてくれてることに、そういったところでも喜びを感じますね。レッド・イット・ビーってやっぱり永遠の名作ですよね。本当にどれだけ仲たがいしてても、あのルーフトップコンサートで締めくくってくれたビートルズの姿っていうのは、なんか永遠に残る勇姿だと僕は思うんですよね。あんなかっこいい締めくくりしたバンド、他にありますかね。屋上でコンサートをやるなんていうアイディアを実現したバンド、本当にすごいですよね。で、下があんな風に大渋滞になってしまって、まあ日本でもね、このコンサート、レッド・イット・ビーが出て以来、多くの人たちがですね、真似して屋上でコンサートをやったんですよね。本当にビートルズは世界中に屋上コンサートを流行らせた人たちでもありましたね。はい、今回はこんなビデオのご案内でした。失礼します。